妹こと埼玉一人暮らしです。私は埼玉県さいたま市に暮らす人よりちょっとお船が大好きな普通の女の子。さてさて、今日も私は大阪に出張中なの。ここ大阪港には立派なお船がいっぱい。今日はどんなお船が泊まってるのかな。それでは今日も懲りずにやってまいりましょう。 Shall we go?さてさて、今日も元気にやってまいりますよ。なんてお船でしょうか。サンタマリア。サンタマリアってお船なんだね。ご出身は、そう、ここ大阪。そしてどの会社が運営しているかというと、大阪水上バス株式会社。大阪の水上バスの会社が運営してるんだね。こういったコロンブスが乗ってた船みたいな形だけども、バスの扱いなのかな。そうそう、こちらのサンタマリア号、どんな用途で使われているかというと、大阪港周辺を遊周する観光バスとして使われてるんだね。そう、どんなところをね見られるのかなって調べてみたら、ユニバーサルスタジオジャパンとかね、こういった大阪港の港周りをぐるっと回ることができるお船だそうです。あ、今出港するのかな。係員さんがハトメを外しております。こちらのサンタマリア号、新大陸を発見したコロンブスの船をモチーフにして作られていて、観光クルーズ船として使われています。重さ566トン、速さ 13.7 ノット、全長 49.6 メートル、全幅 12.4 メートル、客数は最大で791人乗れるそうです。青いお空にサンタマリア号が映え渡っています。あ、あれはお船を操縦するお父さんかな。お船の上にはたくさんのお客さんがにぎわっています。いいないいな、私も乗せてよ。いかがでしたでしょうか。あ、今日も変わらず私は大阪港をうろちょろうろちょろしていたの。そこでお会いすることができたのは、大阪港を遊周するクルーズ船サンタマリア号でした。
今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いているよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、こうだいさん。 YouTube 定期配信拝見しています。以前小名浜だったのに、いつの間にか僕も同じ埼玉に引っ越しされてたのでびっくりしました。これからも動画楽しみにしています。僕は裏あたりにいるので、もし裏あたりに来たらぜひご飯でもご馳走させてください。応援しています。あら嬉しいわ。私の動画、いわきから埼玉編へ移ったのもきちんと定期的に見てくれてるのね。あなたとっても嬉しゅうございます。これからも定期的に配信していきますので、ぜひお楽しみください。今日も最後まで見てくれたあなたが大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。バイバイ。